こんにちは、トルーパーズの山中です。はい、何が届いたんでしょうか。開けてみましょう。ナイフを使うときは気をつけましょう。見えない。ストリームライトのポケットメイトが再入荷しました。あと説明書がいっぱい。まあ、文句は言いませんけど、このなんかここまでやってやったんだからお前らあとは自分らで貼っとけみたいな、なんかそうやって悪意を持って判断してはいけませんね。こうやってこう代理店は一生懸命ここまでやってくれてんの。これを追って、ね、こうやってペタッと落ちないように保管するのはお店の仕事です。俺はでもね、代理店としてここまでやるんだったら、なんつうの、これとこの2つが離れちゃったり別途になっちゃってたら意味がないじゃん。ちゃんと代理店としてこうやって保証なり説明のね、紙を作るんであればしっかりとそれがこう離れないように固定させて、これを一つの商品サービスとして保管そして供給するのが俺だったらそうするけどなって思ったけど、人それぞれ文化が違うのね。つべこべ言ってないで早くね、ちゃんと貼れよ、そういうとこですね。ということで、ピンクのカラーはちょっとまだメーカーで欠品中みたいですけど、このシルバーとレッドとあとブルー、こちらですね。はい、こちらこのように大変小さいモデルで、押すと光ると、まあ、押すたんびにこうやってモード変わるんですけど、で何よりこの軽量なんですね。であと一応マウント方法としてはこちらにカラビナ式のフックと、あとこういった帽子のつばとか胸ポケットなんかにもつけておけるようなポケットクリップがついています、うん、であとUSB ケーブルが別で付属してまして、こちらはボタン電池とかではなくて完全に充電式なので、こちらのこちらを開けて USB ケーブルを挿してパソコンなどから充電をするというシステムになってます。で詳しくは商品ページのところに動画でまた説明しておりますので、気になる方いましたらぜひぜひチェックしてみてください。またお店年中無休でやっておりますけども、11時から8時の営業で、お店に来てくれれば実際に手に取って見ていただくこともできますし、通販派の方もご来店派の方も何卒よろしくお願いしますということで、今日はストリームライトのポケットメイトが入荷したっていう動画になりました。では最後まで見ていただいてありがとうございました。私はこれを貼らなければいけません。はい、どうも。